サムライ。サムライ。ん？どうなってんの？なんで途中で止めたのよ。あんたに話がある。話？嘘でしょ。そのためにわざわざセーフワードを使ったって。性格変わりすぎだろ。私、何か気に障るようなことした？楽しいおしゃべりをどうも、新鮮だった。このところいろんなことで頭がいっぱいだったんだ。だが、今の話でなんかすっきりした。こんな部屋だったんだ。それがクラウドなのよ。どうして客が通うのか、分かった気がする。すごいな、クラウドって。でも、実は別の要件があるんだ。エブリン・パーカーのことを何か知ってるか？特に何も。みんな自分のブースがあって、それぞれ自分の世界で生きてんだから、繊細なバランスで成り立ってるのよ。土足で踏み込んで引っかき回すような真似はよして。ふん、素敵な顔が台無しになってもいいのか。金なら払う。情報がいる。いくら欲しい？ふざけんな。金なんていらないし。やべ、その女のことも知らない。私をクビにさせる気？やべ、額は弾むから。ったく、トラブルは嫌なのに。金いんのかよ。そこまで言っといて。店で最近変わったことはなかった。お前、金では売らねえよめみたいな言っといて。客に怪我させられたとか聞いたけど、知ってるのはそれだけ。怪我？そんだけ？ここじゃそういうことは年がら年中数えきれないほど起きてるの。トムに聞きなよ。エブリンといっつも一緒にいて延々と噂話をしてたから。トムって誰？トムってのは誰だ？私たちと同じドールだよ。違法 BD のスターか何かだと思った。どこに行けば会える？確か VIP エリアの2番ブースだったと思う。どうも。きっと力になってくれると信じてたよ。めちゃめちゃ態度悪い。クラウドってすごいんだな。じゃあ VIP エリアに行きますか。これがリアルだったらな。びっくりした。むしゃぶりつきたい太ももだぜ。何言ってんだ。この子は完全にデジタルの存在だよ。つまり頼めばどんなことでもやってくれるってことか。頼むって考えが間違ってる。プログラムすりゃいいんだ。きめえ連中で満載の場所だ。少しくらい驚かせてやったらどうだ。え、名案だろ。とりあえずこれ何言ってんだ。相手はホログラムだぞ。望みを言って何が悪い。どうせハッキングする技術なんてありゃしないんだから黙って見てろ。あ？これなんかできんのか？キメえ、キメえ連中とか言われてちょっとかわいそうだな。驚かすってどうやって驚かすんだよこれ。まあいいか。ジョニーが俺に何させようとしてたのか。どういうことだ。毎週通ってやってんだぞ。リップエリアに入る権限がございません。いや、あるね。いいえ、ございません。なんなら支配人を呼びましょうか。俺、あんたと話してるんだ。この俺が誰か分かってんのか。所属組織なし。問題でもこの丸毛が俺を通してくる。くそ。やべやべやべ。悪い子は押し寄せ。あー、違うんです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 違う違う違う、ほんと全然違うくて、やっべえことになったな。タイミングよく入れたと思ったな。これそうか、普通に VIP エリア入れないから何らかの方法で忍び込まないといけないのか。さあどうやってやるかな。あれ、あ、腰開ける、無理だな。こっちから、いや技術もねえな。ここトイレか。これが何だってんだ。これ何なんだろう。壁の向こうか。足りない。俺今レベルないか。レベル上げてなーって思ったけど、技術が1足りねー。
ここは力が1足りねえ。コールしてみたけど誰も来ない。よし、こいつやっちまうか。こいつやっちまおう。なんか鍵持ってるかも。よっ、どうだ。オッケー、ピップトークン。よし、死体どっか隠せないかな。この辺をうんこさしとくか。うんこさしとこう、こいつは。よいしょ。ああ、こういうの居酒屋によくいるよね。全然大丈夫だ、これバレねえ。これで入れるの。え、あ、ここか。あ、これで、なるほどなるほど、これで入っても何も言われなくなったのか。何も言われないっていうか、多分バレるよね。これもしかして何も怒られない？バイクだよ、チャリじゃねえ。すげえ怒られねえわ。あいつ客だったのか。なるほどなるほどなるほど。手っ取り早く済むといいが、洗脳されたセックスゾンビを一日に二人も相手しなきゃならんとはな。セックスゾンビ。よいしょ。せっかくなんか、あ、かけたポーカーの血。せっかくここ入れたんだし、なんかないかな。こんな安定して何事もなく入れたから。誰かいるぞ。あ、ごめんごめん、あかんねやった。あかんって言いなよ。ダメだよって。トムさん、どう。何が望みだ。いや、落ち着いて落ち着いて。危害は加えない。ほんとほんとほんと、少し話がしたいだけだ。危ねえ。エブリン・パーカー、エブリンはどこだ。彼女に緊急の用事がある。何かされて怒ってるとか。違う、居場所を知ってるのか。ここにはいない。何度も連絡したけど返事がないんだ。ふん。新しいフェイスプレートを作るって聞いてる。確か大阪のクリニックで。あ、いや違う、オースロだ。大阪かオースロか、はっきりしろ。大阪とオースロはどっちなの。オースロだ。間違いない。ふん。街を離れるってエブリンから直接聞いたのか。いや、仕事に来ないし連絡も一切つかないからウッドマンに聞いたんだ。ウッドマン。そしたら街を出たって言ってたね。街出たって。ウッドマンって誰。ウッドマンってのは誰だ。ミスターフォレストのことさ。みんなウッドマンって呼んでるけど、なぜかは知らない。ロックマン好きはどうでもいい。何者なんだ。俺たちの世話係だ。新人を見つけたり、トラブルに対処したり。まったく、そのウッドマンとやらが答えを持っているといいがな。たらい回しにしやがって。本心を言ってくれてありがとう。使えねえドールどもが。まずは脳みそをアップグレードすりゃいいんだ。バレてない。でもさ、ここまで来たら右んとこ入りたくね。よし。ビビってないで出てこいよ。危ねえ。いや、ビビるて。よし、ここは、あ、武器ないんだこれ。そうだ、武器回収されたんだ。子猫ちゃん、遊ぼうぜ。うるせえなあいつ。え、こけたんだけどあいつ。食いしばれ。なに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 。なになに、どうした。え、どうしたの。え、ちょ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 、えめちゃくちゃですって。それは、いや、あいつ死ぬって。やめろお前。え、これ行くしかねえ。よし、とりあえずピン打って。うわ、めっちゃいる。たん、よし、意外とうまくいったわ。そうだ、こいつの武器今拾った。はあ、拾ってる拾ってる。このアサルトライフルと両手打ち、両手持ちクラブで。よし、
か君、聞いてるか。聞いてる聞いてる。しここ入れる。ここ絶対なんかあるでしょ。人は暴れ。くそ。よかったバレなかった。あ、いるいる、全然バレてる。でもこれが欲しいだけなんです。これが逃げるぞ。え、この中にもなんかあるの気になるんですけど、殺します。弱え、このアサルト。しょうがねえな、拾いもんだから。それは終わりだ。お前が終わりだ。ほら覗けねえこれ。ごめんね、ここにいる人全然悪人じゃないのに。悪逆の限りを尽くしてる。どうしてもアイテム欲しくてね。いや、くそ、グレもね、回復だけ持ってたよ。え、なんでこれ覗かないの。おぎゃ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 、やり直し。おいらがじきじきに殺し、しばけしばけ、逃げるぞ。チャンスチャンスチャンス、チャンスチャンスチャンス、ちょっと回復してお願い。即時 40% 回復じゃなかったら死んでった。やめ、もう一個チッパラー。おい、鉄血に染めてあげる。入れないな、これは。入れ、取れ取れ、早く。だーら、危ねえ。こっちもなんかなかった、気のせいか。よし、じゃあ走りましょう。何者だ、目的を言え。早く来て。人探してだけです。落ち着けって。人を探してるんだ。落ち着けだ。ここまで殺戮を繰り広げておいて、なかなか面白いところを言うじゃないか。やばい、バレてる。荒っぽいことになったのは認める。だが協力してくれればもう誰も殺さない。ほんとほんと。テロリストとは交渉しない。え、嘘でしょ。最悪なんだけど、これどうしよう。ウッドマンと話せなくなっちゃった。倒すしかないんだってこれ。しょうがないね。お前が悪いよな、でもぶっちゃけ言うと。俺悪くねえよな、俺。悪いけど俺刀使わしてもらいますわ。おいな、やんのかまだ。おい、なんか開けてくんねえかなこいつ。え、強っフォレスト。でもね、負けらんないんだな俺も。早く諦めてよ、オズワルド。え、こいつクソ強い。てか刀弱いのかこれ。え、回復してんだけどこいつ。ウェイ。ダメだ。ちょっとね、ステルスになる前からちょっとやり直してきます。手っ取り早く進むといいが。ああ、おお、対応が違うこいつ。あれおかしいな、君の情報は来てない。本当に俺の指名で間違いない？エブリン・パーカーに会いたい、話がある。俺もだよ、何度か連絡してみたけど。普通に入ると全然話違うねこれ。ここにはいないってことか。事故があってね、大阪にあるクリニックに、いやオスラだったかな。とにかくちゃんと2パターンセルフ用意されてんの、すごくね。町を離れると本人から聞いたのか。いや、仕事に来ないし連絡もつかないからウッドマンに聞いたんだ。めっちゃ穏やかに話してくれる。町を出たって。ウッドマンってのは？ミスター・フォレストのことさ。みんなウッドマンって呼んでるけど、なぜかは知らない。呼び方はどうでもいい。何者なんだ？俺たちの世話係だ。新人を見つけたり、トラブルに対処したり。わかった。ありがとう。普通に教えてくれるんだろ。まったく、そのウッドマンとやらが答えを持っているといいがな。お前位置間違えて、こっち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 、お前位置間違えて。トールどもが、まずは脳みそをアップグレードするやん。このゲームをアップグレードした方がいいと思います。え、どうしよう。あっち行ったら怒られるよね。ここ入って怒られるよね、多分。よし、監視カメラをオフにして、やっぱな、ダメだよな、入っちゃう。あ、
バレないように。はい。危ない危ない危ない。よし、離してから中のチップ取ろう。よしよしよし。危な。どうしよっかなこれ。そうか。かくらんかくらんかくらん。かくらんねえ。こっちは。よし、かくらんして。そのバイクならある。それならちょうどいい場所が。うまくいったな。これでチップも取れるだろう。よし、もう一人この中にいたよな。今回キルせずにテイクダウンにしてるから文句言われることないだろう。問題こいつだな。こいつ、紫あるんだけど。よしよしよし、ごめんね。悪気はないんだよ、悪気は。おや、何かありますなこれは。ふん、え、客の情報？タイガークローズが裏で覗いてるわけか。クラブへの攻撃。ドールを常に監視してブース内の様子を把握してる。行動チップのデータ収集も兼ねてると。別に驚くほどのことでもない。単に悪趣味なだけか、それとも売るためなのか。仮に後者だとしたら相手は誰だ。11番ブースでネットランナーによる攻撃合わせ。証人はトーマス・ブリックス。システムにジャックインしていたドールとセッション中だった。攻撃を受けた後ブリックスはショック状態の中に心因性と思われる症状を見せた。ほう。ドールはネットランナーの攻撃によって精神的発作を引き起こしたことが判明し、クラウドへの全面攻撃の可能性に備え2時6分、クラウドの全警備員を店に招集。10分後にタイガークローズの応援を呼んだ。なるほど。お、ロック解除できるわ。めっちゃいいじゃん。監視システムオフ。お、すごい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 。全部見れるよこれ、店のシステムで。すげえ。まあでもいらないかな、もう普通に入り込めたしな。これだよこれ。ナイフ、紫のナイフだ。初めてだねこれは。よし、よし、ビップトークもついでに。あの、ほっ、よし。こんにちは。お客さん、ここは立ち入り禁止だ。悪いが扉を閉めて出てってくれるか。見ての通り、俺は忙しいんだ。尋問する。エブリン・パーカーって女を探してる。ここにそんな名前のやつはいない。前はいただろう。何があった？見受けしてくれる相手でも見つけたんだろう。それがドール全員の夢だ。ふん。それより2番ブースのロキシーはどうだ？おすすめだぞ。エブリンと同じ形のケツをしてる。あとはコードチップに任せときゃ違いはね。すごい風俗だな、クラウトって。話が分かるやつみたいな。あんた話の分かるやつに見える。どうだ、取引をしないか。そっちは初めて恋人に捨てられて錯乱してるサイコ野郎に見えるぜ。だがもういい、話を聞こう。よし、話に持ち込めたぞ。話し合いでは解決するのは諦めようか。話し合いするって言っといて。あんたは情報、金出すよ金。俺はエディ、フェアな取引だろ。いくら欲しいんだ。バカも休み休み言え。ここは金で快楽を買う場所だ。情報は売ってない。その金で俺が相手になってやろうか。言うね。寄付したいだけだ。言っただろう、あんたは話が分かりそうなやつだって。これは賄賂じゃなくて寄付だ。言ってる意味分かるよな。おしゃべりするのは結構だが、お前は一体何がしたいんだ。あんたがお客をどんな風に扱ってるかボスたちに知らせないとな。あんたが客をどんな風に扱ってるかボスたちに伝えとく。何がおかしい。そもそも俺のボスが誰なのか知らないだろ。知っ
てりゃ、やべえ、間違えたか、これは。ボスたちなんて言い方はしない。なんなら、今すぐお前を舞子のとこへ突き出してやってもいいな。お前のホラ話を聞かされた彼女がどんな顔をするか見てみたい。俺と同様、舞子も嘘つきのクズは大嫌いだが、笑いのネタにはなりそうだ。俺ならここは金の線で攻める。こいつを見てみろよ。典型的な盗っ人の顔だ。あんた店の金をくすねてるだろう。これまでにいくら盗んだんだ。はあ、一体何の話だ。あんたがクラウドの口座から毎週エディを抜き取ってるって話だ。するはずないだろ。俺はそんなバカじゃない。タイガークローズのボスたちがどう思うだろうな。あんたのおつむはどうでもいい。クローズの幹部がこれを知ったらどう思うだろうな。何も思いやしない。はなからデタラメだからな。俺はドールの世話だ。あれ、クラウドのジョニーさん、金の線無理ですよ。小賢しいクソ野郎。こんな名探偵だな。話すのにも飽きてきたな。なあ、教えてくれ。女は他にいくらでもいるのに、なんであいつのことを嗅ぎ回る。何落ち込んでんだよ、お前。特別いい女でもないだろ。色気があるってのは認める。だが雰囲気美人って程度だ。実際そこらの商売女と変わらない。そしてそこらの商売女と似たような結末を迎えた。連絡してないこいつ。次はお前だ。は？ふざけんなって。こいつクズだって本当に。マジのクズこいつ。間違えたな選択。よし、紫ナイフの出番だ。ついにこいつを取り出す時が来たようだな。ふっ。やば、強こいつ。マジでふざけんな、ウッドマンてめえ。おダメだ、話し合いで解決しないとこいつは無理だ。戦えない。え、全然手立てが、もう最初からグーでいけばよかったのかな。え、そんなことないよな。じゃ次はちょっとジョニーが金で攻めろ。お前無理だわ。おい、リスキルリスキル食らってる。え、なんでウッドマンって呼ばれてるのこいつ。そこがヒントじゃねえのか。いやー、俺どうしよっかな。マジで困ったなこれ。マジで困ったぞ俺。いやー、やるか。ピストルの方がいいかなこれ。368130、ちょっと意地でもナイフ持ってますから。今だ。強い強い強い。これは強い。ああ、一撃。あ、もうふざけんな。マジで積んでる、これ。これマジで積んでる。これマジで積んでます。こっから、こっから行こう。こっから、これ話し合いしてるとか行こう。こっから行きます。先制攻撃、先制攻撃。なるほど。神が俺に指示しているのは先制攻撃ですね。話すのにも飽きてきたな。なあ、教えてくれ。女は他にいくら特別いいよ。色気。そして次はお前だ。行け。先制攻撃。ナイフ投げろ。うわあ、やだやだやだ、もうやだ、もう俺やだ、もうぶっ壊れちゃった。こっから行こう。こっから部屋入る前、部屋入る前から行きましょう。ちょっと交渉やり直しましょう。やべ、ちょっとあのここに来てサイバーパーク十何パートまで来て、多分一番来てる今。別に驚くほどのことでもない。単に悪趣味なだけか、それとも売るためなのか。エブリンのブースに入るだとしたら相手は誰だ。あ、なるほどなるほど、そういうのがあるのか。あ、こんにちは。なるほどなるほどなるほど。なんか証拠みたいなの探すのかなこれ。よっ、できる。いやー、えぐだってこれ。え、あいつ入ってきたわ。
どうしよう。あ、やべ、これちょっと待って、これ透けちゃう多分。やめてよ、もう本当にロードします。これだこれ、アドレナリンが湧き出るぜ。よし、無理やり入ってやったぜ。よし、見てみよう。新しいけど量は少ない。血痕がついてる程度だ。監視カメラの記憶を確認する。監視カメラ、ポートガナを見ろ。なんだ、何もないぞ。本来ならあそこにドールのジャックイン用ポートがあるはずだろう。撤去された。なぜだろうな。見てみて。見たくねえ。え？なんだ？白。なるほど。つまり客に襲われたわけじゃなかったのか。女に何かが起きたんだ。あ、それでこの結婚？え？ビビって出てったのか。どう思う、サイバーサイコシスか。もうダメだ。遠隔ハックかもしれない。突飛な考えだが、遠隔ハックされたのかも。ネットランナーの仕業か。妙だな。気失ったか死んだか。し、これで事務所行くのか。よし、勝ち込みます。やってやるわ。ほっ、バカ野郎、なめんじゃねえ。これが瞬足。よし、危なかったぜ。勝ち込みます。よーよー、ボスさんよ、話しようや。おい、何者だ、目的を言え。ビビってるじゃん。質問するのはこっちだ。なんでそっち見たの。おとなしく銃を捨てて答えろ。閉めろって。聞こえなかったのか、銃を捨てろと言ったんだ。ふざけやがって。誰か捨てるか。ハンバーガーが、お前死ねえや、マジで。おい、マジできちい、こいつ。お前ほんときついな。お前大衆きついよ、マジで。まあ、クラスのみんなお前のことマジでクセって思ってるから、マジで。こいつガチで切れそう。お前クラスのみんなマジでお前のこと大衆きつくてやばい、臭い、ガチでガチだと思ってるからな、お前。クソ、犬のクソが。どこだよ最終チェックポイント、これ。イブリの部屋か。どっからやり直しになるんだ。お前頭狂っちまうよ。え、こっから。信じられない。こっから。次はうまくやるさ。ここか。城太郎消防って知ってる？タイガークローズのやつ。このジャケットはなんだ。確かエブリンだ。このシワ具合、しばらくここにあったんだ。おお。エブリンのジャケット。でもだからなんだよ。消防みたいな。俺のブラックリストにだった。おお、すげえ、外出れたわ。すごくね。ああ、ここ繋がってるんだ。結局外には出れないのかな。あれ、これ取ってる、バグってるやっかな。え、どうしよう、どう外出よっかな。外出たらワンチャンあるのこれ。あー、出れないようになってるね。ちょっとあんた、ここには入ってきちゃダメよ。覗きは NG だぜ。
舞台裏は見るもんじゃない。なんか話しない話ないわ。話せないわ。もう拾ったやつだよ。あのデカブツなんだよな。いやこいつはやれるんだよな。お、向こう向こう見てろ今。いないよね。よし、ここにかくらんと。もしもーし。これも。し、5529。一回帰るか。丁寧に行きたいね、ここは。なんだよ。カメラをオフにして、よし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 。お客さんには危害加えませんので静かに見ておいてくださいね。よし、お客さんに危害を加える気はありませんので静かに見ておいてくださいね。ぶねまして。ここも？もう一個扉あったよね。あっちか。こっち入ってみるか。エレベーターだ。よしよしよし、これで下に行こう。よくできてんなこのゲーム。ちゃんと道用意されてら。こっちは忙しいってのよ。目が見えてないな。出てこい。出てきたよ。よし。リップトークン大量に手に入れちゃった。そんなにいっぱいいらないのに。ここは？廊下だ。ありがてありがて。お前と遊ぶつもりはねえ。早く出てこい。おお、一気にいけると、思ったんだけどな。一気にいけると。バカー、マジでもうふざけんな。もう落ちないように、落ちない。ああ、もうふざけんな。セーブしといてよかったー、マジで。
よし、見つからずにここまで来た。ジーダ、よし、見てみよう。新しいけど量は少ない。よし、これでやっとウッドマンのところに行けるけど、まだいんのかよ。おい、エリア一応安全になってるから大丈夫だと思うんだけどね。客クッソ逃げてるけどウッドマンのとこ行くんか。大丈夫かお前、そんな装備で。よいしょ。おい、よし、とりあえずな、一応な、護身用にナイフ持っといてな。あ、余裕こいてる。よし、あー、よかった。ここセーブします、セーブします、セーブします。やっと来たマジで単身だったんだぞお前。悪いが扉を閉めて出てってくれるか。見ての通り、客の目が、客ここまで逃げてきたんかよ。エブリン・パーカーって女を探してる。ここにそんな名前のやつはいない。前はいただろう。何があった。見受けしてくれる相手でも見つけたんだろう。それがドール全員の夢だ。それより2番ブースのロキシーはどうだ。エブリン聞いたね。取引しないか。情報くれ。いくら欲しいんだ。バカも、その寄付したいだけなんですよ。これは メディアに全部ぶちまけるぞ。ドールが行方不明で、客は散々な目に遭い、管理者は座って指を加えてるだけ。従業員全身だし、 100% 安全を謳ってる場所にしてはひどいありさ。何が言いたいんだ。メディアに情報を流す。明日のスクリームシートの一面が目に浮かぶ。必要な証拠も手に入ってるしな。待て、大ごとにする必要はないだろう。自分の首を絞めた。お、決まったかこれ。わかった、分かった。よっしゃー、長かったお前。ほんまに許さんこのハゲ。むちゃくちゃ大変だった、もう泣きそう。で、パーカーを探してるって。通報すんなよお前。ここにはいないぞ。それはもう知ってる。今どこにいるか聞いてるんだ。ここのことは知った気になってるようだが、お前は何も分かってない。ほう。え、またお前。ドールは善意で客に快楽や満足を与えてるわけじゃない。目光るかと思った。あいつらは労働者なんだよ。利益を生むのが仕事だ。エブリンはもう稼げない。エブリンはもう稼げないってことか。かわいそうだが、そういうことな。彼女が客にしたことを見た。興奮状態にでもなってたのか。サブネットの外から回路を焼かれたんだ。誰がどうやってやったのか知らねえが、かなりのやり手さ。チップはお釈迦。それでも直そうとしたんだぜ。だがどうにもならなかった。どうらよく腰を進む。今回のような事故はよくあるのか。この世に壊れないものなんてあるか。ないだろう。なるほどね。行動チップは人間を中から真っ二つに分けるんだ。へえ。それで気がおかしくなっちまうやつもいる。使えなくなったとしても代わりのドールはひでえ店だなおい。まあナイトシティならではか。回りくどい言い方だな。エブリンに何があった。処分しろと上から指示があった。殺したのか。いや、見てくれるってリパードクを見つけてやったんだ。何かを知ってるような口ぶりだったな。ふん。まさかあんたが金を出して助けたってことか。あんたがわざわざ金を出してお払い箱のエブリンを助けるわけがない。勘がいいな。金を払ったのはリパーの方だ。リパードクが金払った。壊れたドールにか。世の中にはいろんな趣味のやつがいるんだよ。ここで働いてりゃ嫌ってほどわかる。フィンガーズは特に気が物だがな。フェチに疲れたド変態さ。エブリンにもそそる何かがあったんだろう。そ
そのリパーの名前と住所を教えろ。フルネームまでは知らねえな。ふざけるなよ。本当だ。フィンガーズと呼ばれてる。フィンガーズ。ジグジグストリートの寂れた通りにクリニックがある。エブリンと会いたいならそこに行け。じゃあな、もう二度とここには来るなよ。二度と来たくねえ。それと帰りはエレベーターを使え。さっさと出てってほしいからな。うまくいったかな、これは。売春街のヤブ医者か。童貞の妄想を見てやな。え、こっちダメってこと？エレベーターが、あー、ここにエレベーターって出れるんだ。あー、よかった、面倒なことにならなくて。大丈夫かな、このガラスの向こうに敵が。これ上にパカって開いたら俺らは処刑されるとかないかな。大丈夫かな、ここの人たちはもう静かだね。こんな結婚どうでもいいぐらいの血が十分流れましたね。武器をお受け取りください。はあ、よかった。やっぱ武器ないとやってらんないよ。ちょっと早速装備していい？やっと武器が。お前金剛は俺の。よし、俺の金剛だからな、これはリバティ金剛。ダブルバレルショットガン、こっちか。2、スナイパーライフルをね、実は装備してるんですよ。ギャングを襲ってる時に見つけてね。ニュー。てか、これ。あれ？これもしかして、今後もう終わり？リジーのハンドガンの方が強くね？レアリティもちゃんとね、レジェンドみたいな、なってるよね。ちょっと改造パーツが全部外しちゃって。よし、こっちにしますか。シャッテ 0.26 改造パーツつけて。あれ、サイレンサーは？あ、これサイレンサー乗らないんだ。え、それはそれでな。じゃ、こっちにこっちつけちゃおっか。じゃ、こっちサイレンサーだけつけといて。ステルス攻撃時のダメージが 2.5 倍。消音か。基本ダメージ20個しかいいね。よし、これでよしと。で、あと服がやったじゃん。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  V むちゃむちゃかっこいいじゃんお前。それ防御力な、これ。3 強化ブラとかあんだね。ご来店ありがとうございました。またいつでもクラウドへお越しください。多分もう二度と来ないね。よいしょ。二度と来ることがないようにしてほしいですね。拙者は疲れました。はあ、じゃあ出ていきますか。これがメガタワー系。もう二度と来たかねえわ。この店好きになってきたぜ。お前殺すぞ。陰湿でねちこい奴らで溢れてる。お前みたいだな。エブリンはフィンガーズのところにいると思うか。B、俺にそんな先見の明があるとしたら、死人の頭の中で幽霊なんかやってねえよ。確かに。エブリンはフィンガーズのところにいると思うか。B、俺にそんな先見。分かった。変わったさ。ほう。前は分厚い布越しに触れるのすら嫌だった。それが今じゃ火でも放ってやりたいと。もっと嫌いになってるじゃん。数十兆ユーロドルという途方もない額になります。このよりも大変だった。企業誘致法案はよし帰ります。可決されてしまいました。あ、反対の一票は私が投じたものです。なんだ、司会が市長に選んでさえくれれば誘致法案は絶対になんとかしてみせます。おお、むっちゃいいじゃん。え、何？残念ながら思うようにはいかなかったな。そんな様子じゃヘルマンを探せるとは思えんぞ。グラグラだ。今のはなんだ。レリックの動作不良。クソ、やばいぜ。俺にどうしようって言うんだ。
俺にどうしろって言うんだ。何一つ進まねえ。外し方が分かる前に体が参っちまう。俺に死んでほしかったんだろ。だから考えが変わったと言ったろ。今は生きてほしいと思ってる。なんでだ。前にも聞いたが、何が望みなんだ。釈放カードでやっと外に出れたんだ。チャンスは無駄にできねえ。桃鉄かなんか。いいか、半世紀にわたる荒坂との因縁にやっと決着をつけられる時が来たんだよ。それにはお前の助けがいる。テロに加担するなんて生まれて初めてだ。俺に任せろ。光栄だよ。どこに行き誰を頼ればお前が助かるか全部分かってる。チップを取り除いて荒坂も倒せるんだ。ウィンウィンだろ。必要なのはソウルキラー。そのためにまずミコシを目指す。ミコシ。ミコシって一体何なんだ。基本から教えてやろう。荒坂はネットに接続してる人間をソウルキラーと呼ばれる AI で捉え、脳を焼き、そいつの精神すなわち魂を保存できる。それがレリックなんだろ。ここまではいいか。うん、ここまではいいんだけど、ヤニが浮いてることがすごい気になるかな。お前がその実例だろ。お前の記憶を見た。矢に浮いてるし、ね、散々だったな。うん、そっちにも矢にあるし。どうして記憶を共有してるのか気になるが、ひとまず後回しだ。矢にはともかくソウルキラーに焼かれた奴は例外なく死ぬ。うん、だがそいつの意識は先に記憶痕跡としてコピーされるんだ。お前もそれでコンストラクトになった。そうだ、ミコシはソウルキラーの本拠地であり、犠牲者の記憶痕跡もここに保管される。どういうことやん。要点、要点を言ってくれ。要点をもったいぶってないでちゃんと説明しろ。話が見えてこねえ。前、人の精神に対する人為的操作が行える場所は地球上に見越ししかなかった。それは今も変わってない。あれ、世に消えてる。全ての道が見越しに通じてるんだ。俺とお前の問題両方がそこで蹴りをつけられる。今度は何を仕掛けるときだ。今度は荒坂に何を仕掛けるつもりだ。核弾頭をもう一つ隠し持ってるのか。オルト・カニンガムってやつが切り札になる。聞いたことない名前だな。だろうな。だがおのずと知ることになるだろうさ。オルト・カニンガム、また矢に浮いてるよ。とにかく時間はない。何としても神輿にたどり着くんだ。神輿。うん、結局矢には浮いたままだね。その辺にして。結局矢には浮いたままなんだね、ジョニー。しかも消えるとこ見ら…おい、矢にごと消えたわ。矢にが本体だったのか。矢にから視界を外したジョニーが消えたぞ。ああ…狭間…みこしか。話がだいぶこじれてきた気もするね。まあいいや、頑張りますか。